はい、時間になりましたので始めさせていただきます。本日は英会話のラリーを続けるテクニックと題しまして、奥村京子先生より講演とワークショップをいただきます。皆様拍手および拍手散歩お願いします。はい、ありがとうございます。英会話のラリーを続けるテクニック始めさせていただきます。はい、では突然ですが皆さん、英語学習者の皆さん、こんなお悩みないでしょうか。英語になると途端におとなしくなる、どうでしょうかね。英会話の先生となら会話のラリーが続く、一般の人と話すと会話に入れない、なぜなら相手ばかりが話している、それで会話が続かず盛り上がらない、そして最終的には何を話していいかわからなくなって苦しくなる、どうでしょうか皆さん。はい、ありがとうございます。もし誰か一つでも当てはまることがある方はですね、本日のワークショップではこれらを乗り越えるべく、私が実際に試してうまくいったテクニックをですね、しかも自分も相手も楽になる英会話のラリーが続けられるものをご紹介していきます。本日のゴールはこちらです。1つ目、英語になるとおとなしいから卒業できそうと思えるです。2つ目は実際に練習するですね。で、最終的に心が軽くなって話してみたくなると思っていただけたら嬉しいです。で、今日はですね、たくさんの例文やフレーズをご紹介しますが、何も難しいことや新しい単語を覚えてほしいというものではございません。はい、皆さんがもうご存知のものもたくさんございます。で、それらを会話のラリーを続けるためのツールとして使っていただき、じゃあ使ってみようと思っていただけたら嬉しいなと思います。本日のアジェンダです。アジェンダの1番と2番はですね、本日の講演の第1部で、3番の実践練習は第2部となっております。グループに分かれて実際に、ワークするお時間がありますが、今日都合により参加が難しいという方は第2部の方はですね、分かれるところでお声掛けいたしますので、 Teams から抜けていただいて結構です。で、残れる方はですね、一緒にワークをしていただけたらと思います。ではまず、アジェンダ1番の講師とイングリッシュジムの紹介です。イングリッシュジムとは何かと言いますと、ソニーグループの皆様、社員の皆様を中心とした英語学習コミュニティです。毎週2回、月曜と水曜にオンラインで集まって、自主的な英会話の練習が行われております。どなたでも、ソニーの社員さんじゃなくても、無料でご参加いただけます。レベルは問いません。興味のある方はこの講演の後送られてくるアンケートにて参加希望のところにチェックをしてお送りください。後ほど運営の方からご案内が届く予定でございます。そして毎月1回、こちらの右側ですね、3人のプロの英語コーチによる実践ワークショップを開催しております。今日はですね、この3人全員会場には集まっておりましてですね、私たちは毎月運営の皆さんに大変お世話になりながらですね、このワークショップをさせていただいております。この場を借りてですね、感謝の意を表したいと思います。福間さんをはじめ、ちょっといないですけど、福間さんをはじめ運営の皆様、いつもお世話になっております。ありがとうございます。はい、そして改めまして、今日のワークショップの講師を務めさせていただく株式会社セールの奥村京子です。当社では英語習得のためのコーチングや英語に関する各種セミナーの企画を運営をしております。私立大学で非常勤講師もしております。さらに AI 英会話アプリ Speak のコンテンツ開発にも参加しております。いろんなアプローチで皆さんのようなですね、本当に才能あふれる日本人の方々がもっともっとグローバルで活躍していただけるよう、英語の面でお手伝いさせていただくべく日々活動しております。さて、本日のアジェンダ2番目、いよいよ本編に進んでいきたいと思います。で、ここで突然、また私事で恐縮なんですが、私は日本で大学を出た後にアメリカのサンフランシスコに留学いたしました。で、渡米当初の私の英語力は TOEIC は600点で、読み書きはそこそこできるっていう感じだったんですが、スピーキング、リスニングの方はいまいちという感じで、当初通っていた語学学校では周りの言ってることがよくわからなくて、こんな感じでした。沈黙する、笑ってごまかす、卑屈になるですね。でもある時、これやめた方がいいって気づいたんですね。で、なんでなら気持ち悪いって言われたんですよ。で、別に直接悪口言われたわけじゃないんですよ。そんな性格のある人は友達にいないんですけれども、なんか You guys smirk って言われたんですね。 smirk っていうのは smirk、ニヤニヤするっていう意味なんですけど、で、後で調べてみると、なんかあんまりいい単語じゃないんですよね、ニヤニヤする。で、
あ、なんかこれってちょっと良くないなと思って、あんまり気持ちのいいものじゃないんだなっていうのを気づきまして、で怖くなったんですね。当時のこの、あのステイ先のホストファミリーとかクラスメイトと仲良くなって、で英語たくさん話して英語上手くなって、ね、帰国しようと思っていたのに、これはやばいと思いまして、でじゃあなんでそもそもこういう態度を取ってしまうかというと、もちろん流暢に話せない聞けないっていうのもあるんですけれども、あの語学だけの問題じゃないと思ったんですよね。なぜなら、あの他の国からいろんな国からの留学生が来てるんですよね。で、まあ、ロシアとか中国、台湾、カザフスタンとか、あと、まあ、メキシコ、ブラジル、ドイツ、いろんな方、あのいろんな国の方いたんですけれども、なんか私から見るとその子ってすごい上手に英語喋ってるんですよ。でも同じクラスなので同じレベルのはずなんですよ。だけどすごい喋ってるとどうしてかなと思って、でも正直英語の正しさは私のこう文法 の, あのペーパーテストの方がいいんですよね。なんでなんでとずっと思ってたんですよね。でよく性格の違いとか言うじゃないですか。あの 外交的だとまあ上手くなりやすくて、内向的だとちょっと難しいみたいな。でもなんか性格とも違うんですよね。でよくよく観察してると、こちらですね、会話への貢献度が高いんですよ。とにかくこの人たちはどんなに文法がブロークンでも会話への貢献度が高いってことを気づいて、でですね、ネイティブスピーカーとか、あと英語の上手い友達がどんなことをしているのか、どうやって会話に貢献しているのかっていうのを観察して、シンプルに真似したんですね。真似してみました。そうすると少しずつなんですけども、まあ、ラリーが続くようになって、そんなスピーキングがすごい上達したってわけじゃないんですけれども、英語上手くなったねなんて言われるようになったんですよね。半年で、すごいね、英語上手くなったねって言われるようになった。でそれより何より気持ちが楽になりましたよね。とにかくみんなの真似をしただけですごい気持ちが楽になったということで、今日はですね、どんなことを真似してどんな英語を話したかっていうのをご紹介していきますがですね、その前に一つですね、言葉を出す前の心持ちみたいなのがあって、それを最初にお伝えしたいなと思うんですけど、これですね、自分と相手は対等の立場です、あるということですね。まずこれだなと思います。でどうしても英語が話せないと、あの自分が人間的に劣ってるとか欠陥があるとか、なんか卑屈になってしまうんですよね。でも他の国から来てる外国人 の, あの留学生のクラスメート、英語うまいなと思う子はもうみんな軒並み堂々としてるんですよ。堂々としてて、で誰も自信なさげな子なんていないんですよ、全然。でじゃあ私もそれやってみようと思ってやってみました。とはいえ、あの英語が上手くないとやっぱり自信持つのって難しいので、私はですねこういうふうに考えたんですよ。これです。自分は相手の言語に合わせてるってことです。私日本人で日本語ネイティブだけども、相手が喋ってる英語に合わせてるよっていう、努力してるよっていうことですね。なので相手も歩み寄ってくれて問題ないじゃないかっていう考え方。そうすると絶対自分卑屈になる必要ないなっていうふうに思いました。これが結構うまくいきました。はい、ではここからですね、言葉を使って、じゃあ英語が上手い人 の, しあの真似をしたテクニックの数々をですねご紹介していきます。大きく分けると3つのタイプがあります。1つ目が、とにかく注目しない、2つ目自分の存在感を増す、3つ目相手に気持ちよく話してもらうですね。この一つ一つにですね、あの3つずつ細かいテクニックを入れております。一つずつ解説して、実際どんなセリフを言えばいいかというのもまでですねご紹介していきます。まず1つ目、とにかく注目しないからですね。一つ一ついきますね。でとにかく注目してはいけないっていうのは、この私の中で最大の発見だったんですね。今でもそうです。これ最大の発見で、沈黙していてはラリーが続かないので、まあ、当然といえば当然なんですけど、実際日本語話者の私たちって沈黙に慣れているんですね。今沈黙してましたけど、慣れてるんですね。別にどうってことない。でよくあの私大学で授業するときにですね、あの学生さんに話しかけるとシーンとされちゃいます。誰々さん、このこれどう思いますか、シーンですね。で、まあ、私日本人だし、自分も学生の時そうだったので慣れてるんですね、別に。だけど外国人の同僚の先生方いるんですけど、あの皆さんにとっては不可思議というか、もうかなり面食らうんですね。なんで沈黙してるんだと、喋りかけてるのになぜだと。そうすると、まあ、授業内容が全然分かってないんだなこの子たちとか、全然私の授業関心ないんだなとか思うことが多いです。なんですよ。でもしくは、
何を考えているのかもう全く分かんなくて、まあ気持ち悪いというか気持ちのいいものではないということなんですよね。じゃあ私たち日本人の私たちどんな時に、まあ、沈黙してしまうかというと3パターンあるかと思っていて、まあ、答えがわからない、意味がわからないですね。英語言われて答えがわからない、意味がわからない。2番目、返事が思いつかない。3番目、1往復で終わってしまうという。で、これらの理由で沈黙しない解決策をですね、今から、紹介していきますね。例えばですね、皆さんのオフィスに普段はリモートで働いているけれども、今日は出社してきたような外国人のスタッフがいるとします。でその方にですねこう言われました。 Do you know where the nearest vending machine is? 意味はですね、一番近くの自販機どこか知ってますかですね。で、まあ、意味は分かったけどその答えが分からない、もしくはそもそも何を言っているのか分からないという時、別に無視してるわけじゃなくて考えるだけかもしれないんですけれども、まあ、その間沈黙が流れますよね。でそんな時はどうしたらいいかというと、もう素直に分からないという、これにつきます。素直にわからない、そして意味がわからないなら、聞き返す、言い換えてもらうというのがもう解決策です。自分も楽だし相手も沈黙されて困惑しないのでスムーズです。でこれ、いやそりゃそうでしょうと、言われてみれば当然のことでしょうと思うんですけれども、私がそのサンフランシスコにいた時の英語うまいクラスメートたち、早いんですよ、すぐ受け答えするんですよね。で全然考えもしないで、分かりません、なんですかそれ、すごい早いんですよ。でだから私も真似して、すぐ言うようにしました。はい、すぐ言いましょう、沈黙しちゃいけないのですぐ言いましょう。ですぐ言うためにはもうセリフを用意しておかなきゃいけませんね。セリフを用意しておきます。じゃあどんな用意、セリフかっていうと、先ほどの Do you know where the nearest vending machine is? と聞かれても分かんなかったら、もう I don't know と言っちゃいましょう。すぐ I don't know、 I'm not sure、 I have no idea、 そこを言います。考えなくていい、知らないものは知らないんで、知れませんと言いますと。で今日ですね、この赤で書いてるのはですね、私の推しのフレーズでございますので、ぜひ参考にしていただきたいと思うんですけど、 I'm not sure ってこう I don't know っていうよりもちょっと柔らかい感じなので、ぜひおすすめです。 I'm not sure、 知らないなとですね。でじゃあ意味がね、単純に意味がわからないっていう時は、もう考え込んでしまう前にですね、I don't understand what you mean。 これももう用意しておくんですよ。分かんないときこれ言おうと。I don't understand what you mean。 とか、I don't know what that is。 これ、その質問とか言ったことの一部が分からないときに便利ですね。I don't know what that is。 それって何？何ですかそれってやつですね。何ですかそれっていうのをですね、もう自分で覚えておくんですよ。で、これをポンと来たときに、もう沈黙しないで即座に返す。相手に会話のボールをすぐ返すっていうことですね。これをやると自分も楽だし相手も楽です。相手も楽ですね。であと聞き返すときとか言い換えてもらえるとき、言い換えてもらいたいとき用にも準備しておきます。で皆さん聞き返したり言い換えてもらうとき、どんなセリフを準備されてますかね。私は留学当初ですね、準備全然してなかったですね。なんでかっていうと、聞き返すのは失礼なんじゃないかと思ってたんですね。今思うと、もっと早くしておきたかったなと思うことがあって、それはですね、昨年11月の、実践ワークショップで矢野真理子コーチが教えてくれたようにですね、英語におけるコミュニケーションでは聞き返すのが当たり前なカルチャーなんですね。この表のスライドをお借りしてきておりますけれども、この表の右側ですね、ローコンテキストっていうところは、英語圏のコミュニケーションスタイルを表しているんですが、この相手の言葉が理解できなかったのも聞き返すのが当然なんですね。じゃあ逆に左側のハイコンテキストっていうのは日本語におけるコミュニケーションを表しているんですが、申し訳ないと思って自分で何とかする。こういう文化なんですね。まさに私じゃないですか。なんか申し訳ないなと思って、なんか自分に何とかしなきゃいけないと思って、ちょっと笑ってごまかしたりとか、って考え込んだり してたんですよね。まあこういうまあ文化なんで、どちらがいいとか悪いとかではないですね。ではなく、英語を話すときは、聞き返して OK なこっちのローコンテキスト側に行っていいということなんですね。もうとにかく沈黙しないで聞き返しましょう。即座にボールを投げるということですね。そのためにはセリフを用意しておく。聞き返すときは Sorry、Sorry でもいいし、皆さんご存知ですね。Can you say that again? もう一回言ってくれますか ?Can you repeat that again? でもいいですよね。それをもう即座に言えるように用意しておきましょう。に言い換えの時もですね、Could you rephrase that? Rephrase っていうのはもうまさに言い換えっていう、言い換えるっていう意味ですね。
Could you rephrase that? もうこれがすぐ言えるように用意しておきます。あと、これちょっとカジュアルではあるんですけど、The nearest what? その分かんないところだけ what って聞いちゃうんですよね。この vending machine、自販機だけが分からなかったので、じゃあ、The nearest what? ってもう聞いちゃうんですね。ちょっとカジュアルではあるんですけど、まあ、とにかく、遠慮しないで聞き返した方がいいですね。言い換えてもらった方がいいです。その方が自分も楽だし、さっさとね、相手にボール投げた方が楽じゃないですか。楽だし、相手も楽ということで、ラリーがですね、止まらず続きます。で、次、沈黙してしまう2つ目の理由。返事が思いつかないですよね。こういう時ありますよね。例えば、こう言われたとします。皆さんのそのさっきの外国人のスタッフ。I've found a really cool cafe nearby. They serve specialty coffee. と言ってきました。近くですごいいいカフェを見つけたよっていう意味ですね。スペシャルコーヒー、スペシャルティーコーヒーを出してくれるんだよってこう、まあ、なんか突如言ってきましたと。っていう意味なんですが、だからって、どう、皆さんだったらどうかしますか？どうかしますか？ふーん、あっそうみたいな。ふーんですよね。だなんて言っていいかわかんないよね。どうすればいいのみたいな。そういう場合はですね、リアクションして、こう、一言コメント言いましょう。もうこれも準備しておいてください。必ず。沈黙せずにですね、コメントを。まあ、例えばですけど、例えばですけど、皆さんご存知、really? cool? wow? no way? 何でもいいですね。本当にいいね wow? 嘘みたいなね。とにかく、準備しよう。あと、この、今日の、私の推し、is that right? これとても便利ですね。あ、そうなんだ。あ、そうなのっていう意味ですね。is that right?あ、そうなの。これすごくニュートラルですよね。良くも悪くもない。Is that right? あ、そうなんだ。ね、あとが、Are you sure? 本当なのみたいな。こんな感じでリアクション必ず準備しておきますと。あとコメントもそうですね。That's nice. それいいね。That's プラス形容詞。これすごくいいですね。Nice でも。That's nice. That's wonderful. That's great. That's gorgeous. 何でもいいです。とにかく形容詞を用意しておくと。That makes sense. 納得だねっていう意味ですけど、sounds great. I didn't know that. 知らなかったよ。みたいなことをですね。言うといいですよね。用意しておきましょう。で、事前、登録の時のアンケートに書いてくださったコメントがですね、リアクション、いつも同じで、どうすればいいかわからないっていう、ご質問あったんですけれども、まあ、そうですよね。いつも自分ばかり言ってると、自分が飽きちゃうです。飽きちゃいますよね。多分相手は何も思ってないです、別に。でも、まあ、自分が飽きちゃうので、ちょっとですね、まあ、こう、is that right? みたいな、that makes sense? みたいなのをですね、ちょっと仕入れて今度使おうと思って自分のストックにするんですよ。で、使って、で、そうやってこう、少しずつ増やしていくというですね、まあ、やっぱりちょっと努力が必要かなと思います。で、これをですね、すぐやれば、自分も楽だし、相手も楽ですよね、って話です。で、3つ目、沈黙してしまう理由、1往復で終わるですね。これもアンケートに書いてくださったんですけど、その先どう話を膨らませていいかわからないというお悩みですね。こういう場合はですね、ズバリこれです。相手の言ったことを繰り返すです。ミラーリングっていう手法なんですけど、私もそのサンフランシスコにいた時、ドイツ人のクラスメート、とにかく英語すごいよく喋るんですよね。いや、すごい上手だけじゃないんですよ。すごいよく喋る。だからすごくよく上手に見えると。で、その子は寮生だったので、アメリカ人の寮のお友達とすごいなんか会話盛り上がってるんですよ。で、いいなと思って聞いてたんですけど、そしたら、なんか、よくよく聞くと、誰かが言ったことを繰り返してるだけなんですよ。で、あれ、同じこと言ってないと思って、あ、そっか、それでもいいのかと思ったんですね。なんだと思って私も真似するようになりました。で、これやってみて分かったんですが、相手の言ったことを繰り返すだけなので、楽ですよね、当然。楽です。自分は何も考えなくていいんですよ。返すの分かりませんというお悩みあると思うんですけど、これやってみてください。相手の言ったことを繰り返すだけですって。で、これミラーリングという手法で、相手にとってもすごくいい手法なんですよね。ミラーリングされた相手はですね、受け入れられると感じるということでですね、心理学でも確立された手法です。カウンセラーの方が使う手法なんだそうですね。なので、とにかく自分も楽、相手も嬉しい、心地よい、ということなんですね。じゃあ、どうやってミラーリングすればいいかというと、先ほどのこのセリフですね。I found a really cool cafe nearby. They serve specialty coffee. まあ、ここでですね、どうミラーリングすればよいでしょうか、皆さん。例えば、You've found a cool cafe. あ、素敵なカフェ見つけたんですね。They serve specialty coffee. スペシャルティーコーヒー出してくれるんですね。You found it cool. 素敵だと思ったんですね。これどうですか？相手が言ったことを短くして言ってるだけですね。何にも考えてないですね。どうですか？どうですか？で、
これぜひ使ってください。でじゃあここまではいいとして、こういうのいいとして、じゃあここから先どうしよう、次何話せばいいのと思ったらですね、次です、あのご安心ください、次の打つ手があります。次の打つ手はこれです。相手のトピックをこっそり盗むです。これです。相手が言ったセリフの中から何か単語とかフレーズをピックアップして、それで話を膨らませていくんですね。自分それもらうんです、ね、例えば I found a really cool cafe nearby. They serve specialty coffee. 言ってきました。で、こんな感じ。例えば There are many nice cafes around here. この辺素敵なカフェたくさんありますよね。 Are you a cafe person? よくカフェ行くんですか？ Me too. 私もです。わかりますかね。どんどん自分の方に引っ張ってきていますね。相手のトピックを自分の方にどん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 引っ張ってきているんですね。なので相手が出してきたトピックなので相手にとっても嬉しいし自分も楽ですよね。でお互い楽で会話のラリーを続けることができます。でこの先ですね、まあ自分のトピックにしてしまえばあとはもう話すことありますよね。ちなみに Speaking of which I know a really fancy cafe in Shibuya。で、Speaking of which っていうのがちなみにっていう意味なんですけれども、ちなみにという、これですね、Speaking of which、相手のトピックをこっそり盗むときにおすすめのフレーズですので、ぜひしておいていただきたいなと思います。Speaking of which。あとはこの which のところに、なんか単語を入れるのもありですね。Speaking of specialty coffee。Specialty コーヒーといえばって言って、まあ、自分の思いついたこと、自分の知ってるスペシャルコーヒーなり、スペシャルティーコーヒーよりこっちがいいよとかね、なんか言えばいいんですよ。なんですよ。で、これがですね、もしかしたら話題泥棒になるから嫌だな、みたいな、ちょっとコミュニケーション的にどうなのと思ったかもしれないんですけど、でも、沈黙するよりは断然いいです。話題泥棒した方が、沈黙してシーンとなって会話のラリーが終わるより全然いいと思わないですか？いやもちろん会話のラリーできればいいんですよ、それやってください。でもできないのであればこれぜひ盗んだ方がマシですという話ですね。はい。さてここまで沈黙しないためのソリューションとしてですね、3つのテクニックご紹介しましたが、ちょっと投資で使ってみますね。設定はさっきと同じです。久しぶりにオフィスに来た外国人のスタッフから話しかけられます。Do you know where the nearest vending machine is? ですね。そうするとまあWell, the nearest what? もうそこを返しましょう。Well, 何か思いつかないなら何か言いましょう。Well, これフィラーワーズっていうんですけど、Well, 考えてるときに使うやつですね。Well, the nearest what? 近くのなんだってって感じですね。で、そうすると、まあ、相手がね、Actually, I want coffee. まあ、コーヒー飲みたいんだよねって、これ、わかりますかね？これ、言い換えてきてくれてるんですね。ベンディングマシーンがわかんないなってことがわかったんですよ、向こうが。なので、あ、ベンディングマシーンわかんないんだな、じゃあ、もうちょっと別の言葉でコーヒー飲みたいんだよというふうに教えてくれますと。で、そうすると、カフィ？ミラーリングしてます。カフィ？で、わかんないなら、I'm not sure。すぐ言いましょう。I'm not sure。はい、考えてもわからないです。はい。で、次ですね。そうすると、まあ、OK, by the way。I've found a really cool cafe nearby. They serve specialty coffee. 先ほどのセリフですね。こう言ってきたとします。でもそうすると、Oh, is that so? That's cool. You found a nice cafe. Are you a cafe person? Me too.、まあ、こんな感じですね。まずリアクションして、コメントすると。そしてミラーリングすると。そして相手のトピックを盗んで自分の方に持ってきている。わかりますかね、この流れ。こんな感じで、行けばですね、会話のラリー沈黙しなくて進みます。はい。というわけで一つ目が終わりました。二つ目いきます。二つ目です。自分の存在感を増すです。自分の存在感を増すためにはですね、先ほど沈黙は無知無関心っていう話をしたんですけれども、これがさらに進むと、沈黙してるとそこに存在していないとみなされちゃうんですよ。心理学者のエイミー・カリーさんが有名なテッドトークボディーランゲージが人を作るの中でもおっしゃってましたけれども、ハーバード大学の授業ではですね、発言しない人は存在さえ気づかれないで成績がつかない、発言して初めて存在が気づかれるということを示すエピソードを話してらっしゃいましたけど、これハーバード大に限らずどこの大学でもそうです。はい。でそもそも存在していないと会話に入れてくれませんよね。なので、自分の存在感を増すような発言をしていきたいところです。で、そのための具体的なテクニックをこれから3種類ご紹介します。まず1つ目は割り込んでも良いです。割り込んじゃっていいんです。遮るとかちょっとハードル高いと思った方ですね。
そもそも失礼でそんなことしちゃいけない方とかいらっしゃると思うんですけれども、そんなことないですね。なんで私たちそう思うかっていうと、ちっちゃな頃から私たち、先生とか親に人の話最後まで聞きなさいって言われましたよね。何しないけど聞きなさい、とにかく聞きなさいみたいな。だから、まあ、最後まで聞かないといけないと思ってお行儀悪いと思って聞いてしまうんですよね。でも英語の場合、相手の話最後まで聞こうと思って聞いてると、いつまで経っても終わらないってことないですか？ないですよね。自分の番がいつまで経っても来ないよっていう。で、いつの間にか時間切れになって今日も話せなかった。アンケートでも、こんな声いただいてます。話を振ってくれない限り話を聞いてばかりだと、こういうことですね。で、英会話の先生だと、まあ、話振ってくれますよね、まあ、だから話せるんですよ。だけど一般の人だと、首振ってらっしゃいますけど、そうなんですよ。一般の人だともう弾丸トークされちゃって入る隙がないんですよね。そうなんですよ、まあ、こっちこれが一般的なんですよね。で、まあ、私も英語がうまいクラスメイト、さっきのドイツ人とか、すごい弾丸で話してるのに割り込んでくる、話してても割り込んでいくんですよ。隙あらば割り込んで話すと。で、まあ、相手も弾丸だとこうもう被っちゃいますよね。被っちゃう。でもそれでもいいんですよ。話しててすごく盛り上がってるんですよね。で、誰も別に怒ったりしてないんですよ。なので、あ、全然失礼じゃないんだ、いいのかと、まあ、私も思って、私も好きあらば割り込むことを真似しました。で、好きあらば話すためにはですね、勢いが必要ですね。勢いが必要です。そうです。なので、今かと待ち構えて、一瞬間が空いた時とか、セリフの文章が終わった時にパッと入っていくんですよね。なので、じーっと待っとか、じーっと今かと待ち構えるんですよ。で、ちょっとくらいかぶってもいいんです。大丈夫です。で、割り込んでる人たちは、じゃあどうやって何を言っているのかっていうと、どうやってじゃなくて何を言っているかっていうとですね、こういうセリフ言ってます。 Well, so, I mean, you know. で、これ意味のない言葉、フィラーワーズってさっきも出てきたんですけれども、考えてる時にね、使いますよね。 Well, I say, well, とか Let me see, とか I mean, とか You know, って考える時に使うんですけど、これ割り込む時にも使えますので、ぜひ皆さん使ってください。割り込む時に Well, っても言っちゃうんです。一瞬の隙をついて大丈夫です。で、話したいアピールをですね、すること、これが大事ですね。あと、フィラーワード以外の、まあ、ちょっとした、ちゃんとした文章を言いたいという方はですね、こういうセリフネイティブの方言いますね。Can I say somethingCan I say something? も言っちゃいます。あと、May I jump in? これすごくいいなと思って赤にしてますけども、私先日、サンフランシスコ州立大学の同窓会みたいなのがオンラインであって、で、40人ぐらいいるんですよ。アメリカ人の教授と、あと、まあ、アメリカ人の元学生と、あと、まあ、留学生ですね。で、今みんな先生になってる、みんな英語流暢の人たちばっかりなんですけども、これよく使ってましたね、ネイティブの人たち。May I jump in? って言って、こうわちゃわちゃ話してる時にですね、これを使ってこう本当にジャンプインしてくるんですよ。で、すごくスムーズにいってて、すごくかっこいいなと思ったので今日入れました。あとはですね、 I just wanna say something とか I just wanna add something。 add ってこれ良くないですか？ちょっとそれに私それ加えたいんだけどみたいな、ちょっと加えさせてみたいな、 I just wanna add something とか Let me say something、 Let me add something とか言うとちょっと入りやすいですよね。これぜひおすすめですね。全然割り込んで良いという話。で、あと相手の言ってることに対して、まあ、でもねって言いたいときあるよね。そうじゃなくてこうだよねって言いたいとき。それはですね、こういうふうに言います。もう、バッとって言っちゃう。もう言っちゃう、バッと。あとそのとき、あとはこれですね、actually。これおすすめワードで赤でしてますけど、これ、実はっていう意味なんですけれども、反対のことを今から言うよって時にもよく言われます。なので、意味的には、No, that's not true と同じですね。Actually っていうのは。なんか誰かが話してる時に Actually って言ったら、No, that's not true っていう意味と同義です、ほとんど。なので、これを言って、そうじゃなくてこうだよっていうのを言う時に、非常に言いやすいですので、おすすめですね。あとは、まあ、You're right, OK とか言って、あなた正しいねだけどねって言って続けたりとか、もう、あとはもう、Wait a second って私言っちゃいますね。ちょっと待ってても言っちゃいます。Wait a second。もう遮っちゃう。で、もう思い切って待ってもらって反対のことを言うと。非常に明確なアピールですよね。あと、名前の、相手の名前を呼ぶっていうのも私よく使います。この間のその同窓会の時もですね、どうしても教授に話しかけたいので、ドクター・ブラウンとか言ってもう名前言っちゃうんですよ。そうすると、まあ大体聞いてくれます。聞いてくれ、気づいて聞いてくれます。あと結構最終手段なんですけども、相手が夢中で弾丸トークしてるともう手を挙げちゃいます。
はい、手挙げちゃいます。こちらの声が聞こえない時ってあるので、こう弾丸トークだと夢中になっちゃって、あと最近は Zoom でもオンラインミーティングでもネイティブの方たちこう手挙げたりするの、カメラでアピールしたりしますよね。なですけど、でも Zoom 時代の前でも授業中とか会議中とかこうやってる方普通に見かけたので、アメリカで私はそれ以来全然真似してます。存在を示すのはですね、全然問題ないことですね。でですね、むしろ割り込んでもらえるのを期待してるってこともあるんですよ。実は英会話の先生のように上手に話を振るっていう人は少なくって、それよりも喋ってて、なんか向こう何にも割り込んでこないから、あ、じゃあ自分喋っていいなと思ってずっと喋ったりとか、全然なんか割り込んでこないから私喋んなきゃいけないのかなみたいな義務になっちゃって、全然ガンガンで話すみたいな人もいますので、大丈夫です、割り込んで、はい、心配しなくていいです。でどうしても心配な方はですね、丁寧に割り込みましょう。 Sorry to interrupt you、 もう謝っちゃう、 Sorry to interrupt you って言って割り込みます。割り込むのは全然大丈夫です。次です。自分の存在感を回すためのソリューション、2つ目、質問するです。で質問しましょうってことなんですけど、別に質問することないと今思った方で、こういう方いませんか？プレゼンの後の Q&A タイムで Do you have any questions?と言われて、別に質問することがないからシーンとしてませんか？どうですか？してませんか？これ違うんですよ。質問することがなくてもする時間なんですよ、それ。どういうことかというとですね、会話に入って、プレゼンでも会話でも、会話に参加して貢献することに意義があるんですよ。なので、その質問の答えは、誤解を恐れずに言うんですけど、どうでもいいんですよ。それは答えはどうでもいいんですよ。質問の内容もどうでもいいんですよ。いや、もちろんいい質問があってね、聞きたい質問があればもちろんしてください。してください。でもないのであれば、ないのであれば、そうじゃない、そうじゃない質問もしていい。どういう質問かっていうと、もう答えが分かっていること。あと答えなんてないこと。聞いちゃうんです。例えばさっきの私のクラスメート、ドイツ人、こういうこと聞いてくるんですよ。What's the first subject today? 今日の1時間目何？え、それ見ればわかるでしょって感じですよね。ですよね。あと、授業が終わってバス待ってると、What time is the next bus? とか聞いてくるんですよ。次のバス何時？とか聞くわけですよ。いや、日本とかね、ドイツだったらバスね、ちゃんとね、時間通りに来るんですけど、アメリカ時間通りに来ることないんですよ。来ることないのになんでこんなこと聞くんだろうと、もう何週間も経ってるからわかってるでしょみたいなことを、答えがないってわかってるでしょっていうことを聞いてくるんですよ。で、これそうなんですよ。あと、お仕事のプレゼンですね。皆さん、プレゼンの後、Q&A の時、質問してる人がいると。で、それ、今聞くことみたいなこと、聞いてる人いないですか？ですか？ね。え、それ、プレゼン資料に書いてあるよねみたいな。あ、でもね、なんで聞くのみたいな。よくありますよね。あと、これですね。最近聞いた話なんですけど、MIT ってご存知ですよね。マサチューセッツ工科大学。これの MBA の説明会がオンラインであって、そこでとある日本人の方が出席されていて、ちょっと、X でつぶやいて いたんですけども、これちゃんとした身元のちゃんとした方ですね。その方がおっしゃるのが、みんなじゃんじゃん質問するらしいんですよ。MBA の、説明会ですよ。じゃんじゃん質問すると。で、よくよく聞いてると、全部シラバスに書いてあるじゃんってことをみんな質問してるんです。で、MIT ですよ。ですよ。なんですよ。で、これって答えが欲しいから聞いてるんじゃないんですよ。発言して参加して自分の存在感を増しているんですね。そういうことなんですよ。参加して貢献するんですよ。そういうことなんですよ。皆さん、謎が解けましたね。なんでみんな、なんかよくわかっ、ね、ちゃんと書いてある質問するんだろう。これが答えなんですね。というか、ここまで来ると、質問ってそもそも、まあ、私たち会を得るための質問と思ってるんですけども、そうじゃなくて、いや、ラリーが続くための質問でいいじゃんっていう話になるんですね。ラリーが続くためにすればいいじゃんっていうふうに考えて、まあ、私も質問するようになりました。で、結局、こういうことですよ。意味のない質問だってしちゃっていいんです。意味のない質問でも、沈黙するよりは全然いいってことです。沈黙すると存在ゼロになっちゃいます。それよりも、まあ、どうでもいい質問した方が参加してる。ゼロが1になるってことなんですね。そうなんですね。で、これちょっとアメリカの場合なので、もしかしたら別の国は違うかもしれないので、ちょっとそれをご了承いただきたいんですけれども、まあ、こういう経験を実際私しておりますので、こういうふうに結論付けてですね、まあ、解のない質問もしちゃえということで、どんどんしております。じゃあ、まあ、
何を質問すればいいかっていうのを、まあ、皆さんがですね、まあ、疑問文を作ればいいんですけれども、その前にですね、これがおすすめなんですね。急に質問するのも何なので、Q を出すんですよ。私今から質問しますよっていう Q を出すんですね。例えば、I have a question ですね。I have a question も言っちゃう。そして、質問する。あと、Can I ask a question? May I ask a question? まあ、こういった質問をして、質問をする。あと、これ今日のですね、私の最推しフレーズ。I'm just curious。これ、皆さん使ってください。I'm just curious。これは、意味はですね、私は、ただ興味があるんですけどっていう意味なんですけど、私ただ興味があるんですけどっていう枕言葉みたいな。I'm just curious。って言うと、聞いてくれます。あ、何に興味があるのかなと思って、耳を傾けてくれます。で、ここから先質問すればいいんです。I'm just curious って言って、なんとかなんとかですかと質問すると。これぜひ使ってください。あと、I wonder、これも似たような表現ですね。I wonder、例えば、when the due date is、締め切りっていつだっけとね。まあ、分かってても聞くんですよ。締め切りっていつだっけと。そんな感じです。で、ですね。でも、業務で支障があるっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんね。ちょっと分かってること聞くのは、ちょっと仕事上どうなのと思った方はですね、これやってください。確認するです。確認するのはいいですよね。大丈夫ですよね。確認は OK。まあ、セリフとしてはですね、just to clarify。これ枕言葉ですね。明確にしたいんですけど、っていう。just to clarify。とか、may I confirm one thing? 確認していいですか?確認していいですか?って言って確認する。Am I right that the due date is next Friday?、Am I right? っていうのは、私合ってますか?っていう意味ですね。私合ってますか?締め切りは次の金曜ですか?合ってますか?とか、I'd like to double check the due date。ダブルチェックして怒られることないですよね。なので、これぜひいいと思います。I'd like to double check the due date. あと、これ、私の推し。Can you remind me of the due date? 締め切り、リマインドしてくれませんか?思い出させてくれませんか?っていう意味なんですけど、この Can you remind me of? この、私が参加しているアプリですね。Speak のアプリ。これの開発の人たちが、これすごいよく、使うんですよね。Can you remind me of the Zoom link? とか言うんですよ。Zoom link の思い出させてくれって言ってるんですけど、これ、Zoom link 送ってっていう意味と同義ですね。Zoom link 教えてと同義です。なので、remind me of は tell me と同義だと思って大丈夫です。でもなんかちょっと柔らかい言い方ですよね。柔らかい方ですので、ぜひ、使うといいかなと、ちょっといいかなと思います。大人っぽくて。でですね、ここからです、皆さん。でも、そんな急に質問とか確認することなんかないよと思った方ですね。はですね、これをやんなきゃいけないです。質問する準備をしながら聞くんですよ。質問する準備をしながら聞くんです。どういうことかというと、相手が話している間にもう、どんな質問できるかなって、必ず次自分の番がやってくる。必ず QA タイムが来ると思いながら聞くんですよ。これ聞こうと思いながら聞くんです。決意しながら聞くんですよね。せめてコメントですね。せめてコメントですね。まあ、そうすると、相手がこう一瞬こう、一瞬こう止まった時に、パッと言えますよね。用意しておくんですよ。で、これをパッと言うんですよ。で、まあ、ちょっとぐらい遡ってもいいじゃないですか。とにかく聞くと。相手が話している間にもうすでに準備します。これです。これとっても、これすごくいいので、皆さんにやってもらいたいと思いますと。で、楽ですよね。自分も楽、相手も楽。つまりはですね、参加貢献ができるんですね。大いにつながってまいります。で、この参加して貢献すること、ちょっとしつこく言ってますけど、このコミュニケーションスタイル、英語圏の人々、まあ、強いては英語圏って、まあ、西洋じゃないですか、欧米じゃないですか、西洋の人々には DNA レベルで組み込まれてることなんですよね。なので、しつこく言ってます。歴史的に見ても古代ギリシャ時代にまで少なくとも遡ることができるんですね。昨年6月の野口良子コーチによるワークショップでも触れられていましたが、ソクラテスの時代にはすでにですね、誰もが積極的な発言をするスタイルで教育が行われてました。今でも続いてます。私がワシントン大学でグローバルマーケティングの授業を取っていた時ですね、プレゼンすることがあったんですが、クラスメートのプレゼンの後には必ず全員の質問しなきゃいけなかったんですよ。で、そこから活発なディスカッションが生まれるわけなんですが、まあ私質問し慣れてないですよね。質問ありますかと聞かれてシーンとしてたタイプなので、質問し慣れてないんですよ。じゃあどうするかっていうと、
もうこれしかないんですよね、本当に。さっきのこれですね、質問する準備をしながら聞くんですよ。じゃないと出席にならないんですよ、はっきり言って。質問する準備をしながら聞く、そして聞くんですね。で、まあそれは大学レベルですけれども、まあ、大学レベルだけではなくて、私何年か前に家族を連れてシアトルにちょっと移住してたことがあるんですけど、その時の子供がですね、私の子供が小学4年生か5年生だったと思うんですけども、小学校でやっぱり誰かがプレゼンすると必ず Q&A タイムがあるんですよね。で、先生がみんなが質問したりコメントするのをもう促すんですよ。で、質問すると褒めるんですよ。その内容はどうでもいいんですよ、さっき言ったよねっていうことでもちゃんと褒めるんですよね。だからやっぱり聞いてるよ、参加してるよっていうことに意義があるんですよ。ああ、やっぱりこういう教育してるんだなって、もう本当にしみじみ思いました。で、まあ、私たちは一方どうかというと、まあ、左側に書いてある、まあ、講師式というか、まあ、アジアではですね、まあ、やっぱ違うスタイルなんですよね。で、どっちがいいかというかいう話ではなくって、英語を話すときは、まあ、こっちのソグラテス式の参加して貢献スタイルなんだなっていうことを分かっておくと、まあ、自分も楽だし、やっぱり相手も楽ですという話なんですね。はい。で、次ですね、3つ目、自分の存在感を増すためのソリューション、詳しく説明するです。詳しく説明しなきゃいけないんですね。で、なんでかっていうと、こちらも、こちら昨年11月の、先ほどの屋根のマリココーチによる講演を見ていただきたいんですけれども、英語で話す場合はですね、ローコンテキスト側、この表で言うと下ですね、に立って詳細に説明するのがおすすめですね。で、ローコンテキスト文化っていうのは、まあ、直接的で明確な言葉でコミュニケーションを取る文化なんですね。これが英語圏の文化です。で、一方私たちの日本人はですね、上のハイコンテキスト文化に分類されるんですけれども、背景知識ももうお互い分かってるんですよ。分かってるので、言葉はあんまりいらないんですね。いらないです。もう分かってるよねってことで、言わない方がまあいいんですねっていう文化なんです。で、結局対極なんですよね。で、まあ、これもどっちがいいとか悪いとかではなくって、まあ、英語で話すときにはローコンテキスト側に立って英語を話す人の文化に、まあ、合わせていれば自分も楽ですよね。自分も楽だし、詳細に説明したらなんか話すことあって楽じゃないですか。なので英会話のラリーも続きますので、詳しく詳しく説明していきます。じゃあ具体的にどうすればいいかというと、分かりきってることも言って大丈夫です。そんなこと日本語だったら言わなくても分かるよねっていうの、いうようなことも言っちゃっていいんですね。英語はですね、異文化を、皆さん違う文化を背景に持ってる人たちっていうことですので、詳しく詳しく言った方がいいんです。こんなこと言わなくてもいいよねということまで言って大丈夫です。あとは理由を言う、必ずですね、 because ですね、こういう理由だから。具体例を言う、 for example、 こういうことあるよ、こういうことあるよ。で、感想を言うですね。で、この辺はですね、ワントピックで流せる、長く話せる方法の方ですね、野口良子コーチの去年の6月の講演を見直していただくと詳しく解説されておりますので、ぜひ、見ていただきたいと思います。で、ここで便利なフレーズというのはないんですが、まあ、とにかくこれを心がければですね、まあ、相手もよく分かってくれるし、自分もたくさん話せるということです。はい、というわけで自分の存在感を増すテクニック3つ、2番まで終わりました。で、ここでまたさっき の大崎、ここでオフィスにやってきた、普段はいないけどたまにやってきた外国人が、スペシャルティーコーヒーが大好きな外国人との会話のですね、続きを見ていきたいと思います。先ほどはここで終わりましたね。Are you a cafe person? Me too. ここで終わりましたね。あなたカフェによく行くの、私もですと終わりました。じゃあ、このスタッフがですね、こう言ってきました。I'm definitely a cafe person. I love reading at cafes. I have a few favorite cafes and と言って、ちょっと長々と話し出しそうになったと。まあ、意味はですね、まあ、私は絶対的にカフェによく行く人だよと。で、カフェで読書するのが好きなんだと。で、いくつかお気に入りのカフェがあるんだよなんて言って、もう、まあ、ちょっと列挙しだしたとしますね。そうするとですね、まあ、こう言うといいですよね。 Well, okay って言って挟むカットインする。 Well, okay, I'm just curious. I'm just curious って言うと、相手が興味持ってくれてんのかなみたいな
く風に感じるので、これすごくいい感じのあのカットインの仕方ですね。で、質問もここから先しやすくなりますね。Okay, well, I'm just curious. When do you find time to read with your busy schedule? と、すごい忙しいのに、いつそんな時間あるのというふうにですね、まあ、質問しました。会話に参加しました。ラリーに参加しました。で、そうすると、まあ、相手はですね、まあ、こんな、完全に私の妄想ですけれども、Oh, I do have time on the weekends. 週末時間あるよと。Do I look like a busy bee?私はそんなにあのビジビー働き鉢ですね、働き鉢のように見えるみたいな返してきたとしますと、まあ、そうすると返しとしてはですね、こういうことを言うといいかなと思います。 If I had the same amount of work as you, I'd be too tired to read anything even on the weekends、これどういう意味かというとですね、あのもし私がね、あなたと同じぐらいの仕事量を持っていたら、あの週末でさえ もう疲れすぎてね、読書なんかできないよっていう意味なんですけど、これ何をやっているかっていうと、さっきのを補足して詳しく説明してるんですね。詳しく説明してるんですよ。忙しいのにいつ読む時間あるのって聞いたってことは、こういうことを思ってるわけですよね。いや、私だったらそんなに読めないけどな、忙しいのに読めないのかなっていう心情を詳しく説明してるんですね。まあ、こうすれば、もともと思ってたことを言うので、まあ、言うこともあるし、会話のラリーも続きます。詳しく説明するんですね。そういうことです。はい。さて、いよいよ最後のタイプ、英会話のラリーを続けるための、あの、相手に気持ちよく話してもらう方法ですね。だいぶ時間が押してきましたけど、大丈夫です。ここから先、早いです。大丈夫です。はい。で、ここまで結構、前のめりで会話する、発言する感じなんだなと思っていただいたと思いますよね。まあ、だいぶ前のめりなんじゃないかと。違う場合もあります。皆さんご安心ください。休む時間もあります。それはどういう時かというとこれです。挨拶です。挨拶控えめでお願いします。あんまりしなくても大丈夫です。しなくてもいいですね。挨拶って私たち、相手の話を聞いてますよっていうサインなので、結構頻繁にするんですよ。他の国の方に比べるとですね。うんうん。はいはい。はい、みたいな感じでね、するんですけれども、だそれを、まあ、英語にアプライして、うんふん、あは、や、right、うんふん、あはとかって言ってると、これちょっと邪魔です。邪魔ですね。と思われてるかもしれません。かもしれません。はい。で、聞く姿勢としてはですね、また先ほどの出てきました、マリココーチの、表ですけれども、聞く姿勢としては、ローコンテキストカルチャー、つまり英語圏では、基本的に静かに聞いていいんです。基本的に静かに聞いていいです。聞くときは次何の質問しようかなと思いながら聞いてください。挨拶なんかしないでですね。それでいいんです。で、一方私たちハイコンテキストカルチャーの人たちは挨拶が多め、英語と比較して2から4倍という差が出ております。2から4倍だから間を取って3分の1ぐらいにしてください。3分の1ぐらいでちょうどいいです。で、じっと黙って聞いていても OK なんですよ。こういう経験ないですかね。なんか聞いてんのかなみたいな、私話してるのに聞いてんのかなとか思ったりしませんか。聞いてます、大丈夫です。じっと聞いていて OK なんですね。まあでもあんまりね、じっとしているのも苦痛かもしれないので、まあいつもの3分の1ぐらいだと相手もあの話してるの邪魔されてると思わないので、あのお互いハッピーですので、これあのぜひ実践していただきたいと思います。3分の1ぐらいで大丈夫です。あと次ですね、3タイプ目の2つ目、こちらです。ポジティブな態度を取るです。で、相手に気持ちよく話してもらうためにポジティブになるってどういうことって、これ別に言葉じゃないですよね。どういうことと思うかもしれませんね。で、ちょっと考えていただきたいんですけど、外国人の方がなんか日本人っぽい態度すると、言動すると、なんか急に安心しません？例えば、YouTube ショートで最近見かけたランカル英会話、YouTube、英会話っていうチャンネルがあるんですけれども、日本に染まった外国人シリーズ、コーヒーの差し入れっていうのがあるんですよ。あ、ご存知ですかね。で、1年目の、まあこれ英会話スクールなので、多分あの外国人の英会話の先生ですよね。に、まあ日本人のスタッフがコーヒー差し入れするんですよ。どうぞと。そしたら、外国人の先生が、Oh, thanks! You got milk, sugar, or something?って聞くんですよ。 ありがとう。ミルクか砂糖あるって聞くんですね。で、ごめんないよって言うと、Oh, that's alright って言って仕事に戻る。こんな感じですね。で、これ2年3年とこう続いていくんですけど、最終的に3年目に、またスタッフが、コーヒーどうぞと、この方、日本語で今度は、いいのに、ありがとねって言ってもらって、
すいませんありがとうございますって言ってこうペコペコ言うするんですよ。でこれ見た時に私なんか親近感湧いたんですよ。湧きません？なんかだってすごい日本人っぽいじゃないですか。このなんか謙虚さとか恐縮してる感じとか控えめな感じとか、あと本当はミルクとシュガー欲しいのに、なんかせっかくねもいただいたものだからなんか文句言えないなみたいな忖度するみたいな、すごい日本人っぽいじゃないですか。でこれなんか日本人っぽくてこうなんていうんですか、信頼しちゃう、信頼までする、親近感湧いて信頼までしちゃう、あなんかこの先生いい人に違いないみたいな、信頼しちゃうとかって思っちゃうんですよ。っていうことはですよ皆さん、この先生、この英語圏の人っぽい言動から、日本人っぽい言動に来てるわけですよね。日本語も喋るし。っていうことは皆さん、私たちもあっち側に行けばいいんですよね。私たちも英語圏の人たちがしてるような態度を、取ればいいってことなんですよ。でその一つがポジティブな態度っていうのっていうことなんですよ。これが一つの答えですね。でポジティブであるっていうことは英語圏の文化の人にとって、英語圏の人にとってですね、非常に重きを置かれることなんですよ。ポジティブであるというのが。で、親近感を持ってもらって、信頼感みたいなものも持ってもらった方がラリーもお互い続くので、英語で話すときはですね、ポジティブな態度になりましょうと。で、じゃあどうすればいいかというと、やっぱりアイコンタクトですね。アイコンタクト。あと、謙遜しすぎない。英語うまいねって言われて、そんなことない、全然喋れないとか言わずに、ありがとうと褒められたらありがとうございますと。喜んでください。わ、嬉しいわ、ありがとうと。いうことですね。でですよ、英語圏の人ってすごい褒めません？褒めてきません？あ、すごい上手ですね、それいいですね、褒めますよね。そうなんですよ。ってことは私たちも褒めればいいんですね。あっち側に行くために褒めればいいんですよ。でそうなんですよ、なんかこう靴かわいいねとかネクタイ素敵だねとか褒めるように私もしました。はい。ただですね、一つ注意なのはですね、ちょっと戻って、注意なのはですね、身体的特徴を言うのは NG です。それはダメですね。なので、ファッションを褒めたりするのが、おすすめですね。あと、相手の内面のいいところなんかを褒めるのがおすすめです。で、これ実は、最初のとにかく注目しないのところでご紹介した、相手のトピックをこっそり盗むに近いですね。ですよね。相手が持っているものや、ことをトピックにしているので、相手のトピックをこっそり盗んでるんですよ。なので、自分も楽だし、相手も嬉しいしね、褒められて嬉しいので、なのでこれとってもいいです。会話のラリーが弾みます。で、褒めるときに便利なフレーズっていうのがこちらですね。外見ファッションを褒める場合は、You look good in 例えば the black dress、 そのブラック のワンピース、素敵ですね、似合いますねっていう意味ですね。You look good in the black dress とか、It looks good on you、それ似合ってるよっていう意味ですね。あとは I like your earrings, I love your earrings、 私あなたのピアス、イヤリング大好きだわ、つまり素敵ねってことです。素敵ねって言うんですよ。これ褒める、ぜひやってください。あと内面ですね。内面を褒めるときは I'm so impressed、感心しましたよ、 You nailed it、見事だったねっていう意味ですね。あとは You deserve it、 それに値するよ、当然の報いだよ。あとこれ、I admire you。これ、あなたを称賛しますっていう意味なんですけど、すごいねってことです。わ、こんなにたくさん本読んで、すごいね、I admire you。っていうふうに言う。これも推しのフレーズですので、赤で書いております。I admire you、尊敬するよ、みたいな時ですね。使います。褒める。ラスト1です、皆さん。もうちょっとです。ラスト1です。最後はですね、英語が上手い人はですね、これをやってます。感謝の意を伝えるんですよね、なんか。思いません？なんかこう、英語が上手い人って、これを必ずなんか言って去っていくんですよ。かっこいいなと思って、私も真似するようにしてます。何を言っているかというと、皆さんご存知の、Thank you for letting me know、 お知らせくださりありがとうございます。とか、これ私の最近の推し、Thank you for flagging、 Thank you for flagging。これフラッグを立ててくれてありがとう、旗を立ててくれてありがとうっていう意味なんですけれども、これアプリのスピークの開発の人たちこれすごく言うんですよ。っていうか私これすごく言ってもらうんですよ。嬉しいんですけど、 Thank you for flagging 教皇ってよく言われるんですけど、教えてくれてありがとうっていう、同じです、上と同じです。教えてくれてありがとう、
フラグ立ててくれてありがとう、教えてくれてありがとうということですね。あとはまあ別れ際にですね、It was a nice chat、お話できて、素敵な会話でしたねみたいなこと言ったりとか、Glad that we had a talk、 トークできて嬉しかったよとか、It was nice meeting you、 今日お会いできて嬉しかったですっていうのも最後に言うんですね。すごくかっこいいなと思って、私も必ずやるようにしてます。というわけで、先ほどの会話の続きですね、皆さんのオフィスに久しぶりにやってきた外国人の会話、さっきここで終わりましたね。 I'd be too tired to read、 ごめんなさい間違えました、そうですね、 I'd be too tired to read anything even on the weekends、 I admire you、 合ってました、ここで終わってましたね。週末でさえも疲れて読めないよ私はっていうところで終わってました。でここで一言ですね、 I admire you、 すごいねって褒めるんです。褒める一言を入れると、そうすると、まあ、相手も嬉しいと。でただ相手がですね、 Actually reading helps me relax, so I do it when I'm tired、 この Actually は実はの方ですね。実は、まあ、読書することはリラックスすることにつながるんだよと、だから私忙しい時もやるんだよっていうふうに、まあ、なんかですね、話題を振ってくれましたと。でそうすると、Is that right? あ、そうなんだ。そうなんですね。とこうニュートラルな返しが、Is that right? して、で、I like the idea that reading books helps you relax。これ、褒めつつミラーリングしてますね。I like the idea that reading books helps you relax。褒めつつミラーリングして、で、I'll give it a try。まあ、最後に一言コメントを言っていると。私はあなたのアイディアが好きですと。そのアイディアっていうのは、まあ、読む、読書することによって、まあ、リラックスするっていうことなんですね。で、私も挑戦してみますねというコメント。まあ、そうすると相手がですね、Yeah, I recommend reading science fiction、SF 読むといいよと推薦してくれました。You can escape from the reality、現実から逃れられるよというふうなね、アドバイスをしてくれましたと。まあ、そうするとですね、That makes sense も即座に言いましょう。まあ、Thank you でもいいですけど、That makes sense、なるほどねと納得だよと。もうすぐ言えるね、リアクションですよね。That makes sense。で、最後に Glad that we had a talk、お話できてよかったよ。ありがとうね。みたいな感じですよね。で、これですごくスムーズに会話ができたと思いませんか？で、皆さんもお気づきかと思うんですけど、この左側ですね、はですね、そんな大したこと言ってないですね、さっきから。大したこと言ってないです。ミラーリングしたりね、褒めたり、なんかそうなんですよ。どうしようもない質問したり、大したこと言ってないんですけれども、楽しく会話のラリーが続いてるの、わかりますかね？どうですかね？そうなんですよ。まあ、これでいいじゃんって話ですね。というわけで今日ですね、9つ、テクニックをご紹介いたしました。皆さんのお役に立つものがありましたでしょうか？はい。で、本日のゴールこちらでした。自分も、一つ目は英語になるとおとなしいからできそう。おとなしいから卒業できそうと、まあ、なんとなく思っていただけましたでしょうか。で、心が軽くなって、ちょっと話してみたくなるな、明日から今日習ったフレーズ使ってみようかなと思ってくれたら非常に嬉しいかなと思います。その方がですね、自分も楽、相手も楽ですので、ぜひ、やっていただきたいなと思います。で、2つ目のゴールはですね、実践練習をするでしたので、これから、第2部に入るんですけれども、ですね、今日ここまでで終わりでこれから抜けるという方はですね、最初のワークの説明だけでも、こんなことしてますよというのをですね、知っていただくためにも、最初のワークの説明だけでも聞いていただければなと思いますので、もうちょっとお付き合いください。すいません。グループに分かれる前にですね、またお声掛けしますので、もうちょっとです。はい、一つ目の実践ワークはこちらです。何をするかというと、こちら、相手の言ったことを繰り返す、相手のトピックをこっそり盗む、こちらをですね、今日皆さんに練習していただきます。で、どうやってやるかというと、まずグループに分かれたらですね、で会場の皆さんはですね、テーブルに3名ずつで座っていただいていると思うので、このグループでやっていただきたいと思います。で、グループに分かれたら、挨拶ですね。まあ、フレンドリーに挨拶してください。そして、名前所属をですね、まあ、簡単に、自己紹介ですね。簡単な自己紹介をしていただいて、からの係を決めてください。お一人が相手係です。まあ、今日会話なんで相手が必要なので、ちょっと相手係に一人になっていただきますと。で、ミラーリング係。トピック盗む係。
係を決めてください。で、会場の方は3人なので、まあ、1人1人1人ですね。でオンラインの方は今日4人グループになってもらおうと思いますので、まあ、ミラーリング係とトピック盗む係、これはあの2人でもいいです。あと兼務しちゃってもいいです。余裕のある方は兼務しちゃってもいいですね。はい、兼務も OK ですという感じ でとにかく相手係がですね1人決めていただきたいなと思います。で相手係の方に何をしていただきたいかというと、ちょっとですねこの間の週末の出来事3分ぐらいでちょっと英語で言ってほしいんですね。言ってほしいです。でそうするとミラーリング係が聞いて言ったことを繰り返します。3分終わったら言ったことを繰り返します。でトピック盗む係がトピック盗んで話し出します。でミラーリング係はまたそれをまたミラーリングしてくださいっていうのをやっていただきます。これからいいですね。やること分かりましたね。大丈夫ですね。で、いや、ちょっとなんか相手係になっちゃって、ちょっと喋ることないわ、どうしようっていう、今ちょっとドキドキしてる方はですね、ご安心ください。用意してます。私勝手に用意してきましたので、もしですね、ちょっと週末のこと、自分ちょっと分かりませんという方、これ、使ってください。スクショか写真撮っていただいてですね、まあ、これをですね、言ってください。読んでください。役もつけております。もちろんできるという方はやってくださいよ。オリジナルのストーリーをお願いします。教えてください。皆さんが何をしたかですね、3分で英語でしてください。でミラーリング係とトピック盗む係が、応対します。お願いいたします。とこんな感じですね。はい。で一通り終わったらスイッチしてくださいね。係替えしてください。で相手係の方が今度はミラーリングかトピック係盗む係になってくださいね。お願いします。で今日はですねミラーリングトピック盗む、これに集中してやってくださいね。でこれ一応会話の途中っていう体です。なのでバイザーウェイっていう始まってます。はい、そういう体ですね。会話の途中っていう体でミラーリング係トピック盗む係やってくださいということですね。はい、まあ、そんな感じで 第2部実践枠始めていきたいと思います。でブレイクアウトルームにですねこれから福間さんに書いていただくんですけど、その前にですね、すいません、その前にですね繰り返しになりますが、イングリッシュジムは毎週2回月曜と水曜日にオンラインで集まって自主的な英会話の練習を行っております。どなたでも無料で参加いただけますので、興味のある方は、講演の後送られてくるアンケートにてチェック、希望参加のチェックをつけてお送りください。もうつけたことがある方はですね大丈夫です。送らなくても大丈夫です。はい。で後ほどボランティアで活動してくださってる方がですね返信してくださると思いますので、よろしくお願いします。でもしですね本日の内容でご質問がある方、ご意見がある方はですね、直接私とつながっていただいてご連絡いただければですね、はい、返します。そしてですねインスタグラム公式 LINE やっております。で公式 LINE をですね、ご登録いただくとですね私が書いた書籍があるんですけれども、英会話コミュ力上達の教科書、こちら Kindle で発売しているんですけれども、まあ、これの元になった原稿みたいな PDF を無料でダウンロードいただけますので、ぜひ公式 LINE にですね登録いただけたらと思います。で今日のネタはですね結構ここからも来ております。で詳しく説明したりとかですとか他のフレーズもたくさん載せておりますので、ぜひご覧になっていただけたら嬉しいなと思っております。ではですね、ここまでの方、オンラインでここまでの方はですね、本日はどうもありがとうございました。また次回のイングリッシュジムでお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございます。はい、では、会場の皆さんとオンラインで参加される、ワークに参加される方はですね、ちょっと残っていただいて、はい、熊さんお願いします。お願いします。はい、では会場の皆さんはですねこちらですね、相手がまず最初はフレンドリーに自己紹介してくださいね。英語でも日本語でも大丈夫です。で、はい、で係決めてください。3つ係ありますのでね、で係を決めて、どうぞ始めてください。どうぞ盛り上がってください。